劇団式。劇団式は、式株式会社が制作企画、工業運営を行う、日本の商業演劇を代表する劇団である。初期は、アート志向であり、シェイクスピア、チェーホフなど、既存商業演劇、シンパ、コマ劇場、新橋演舞場などよりは、新劇団体、俳優座、文学座などに近い演目を持っていたが、1972年、頃から、 ブロードウェイやディズニー映画などの公演劇に転校した年間3500公演、1日9から10公演を行うとも言われている。700名以上の俳優、経営350人、技術350人のスタッフにより、東京、大阪、名古屋、札幌に設置した専用劇場を中心に年間3000ステージ庁を上演、公行する。 年間観客動員数はリピーターを含めて約300万人。1970年代以降、海外ミュージカル作品のロングラン上演を通じて、日本にミュージカルを定着させるのに大きな役割を果たした。海外ミュージカルの輸入によらない、アサリケータがプロデュースを手掛けて制作する劇団式オリジナルミュージカルや劇団式ファミリーミュージカルも人気がある。また、 JR 東日本アートセンター GU 劇場開業後は従前のストレートプレイの上演も増加している。1953年昭和28年7月14日に劇団七葉会から分裂する形で設立。当初は東京大学文学部仏文化の学生、米村明らと慶応義塾大学文学部仏文化の学生、あさり啓太。 クサ武タらを中心として例人で結成した学生演劇集団であった。最初からミュージカル劇団を志向していたわけではなく、設立からかなり長い期間の間はストレートプレイ専門の劇団だった。これは当時新劇会を席巻していたイデオロギー優先で演劇的な面白を書いた潮流に懸念を抱いた創立者たちが演劇そのものの面白さを追求する劇団として、 創設したこととも関連している。主に、ジャン・ジロルや、ジャン・アヌイラフランス文学作家の書いた戯曲演じていた。劇団の精神的指導者は創立メンバーに、フランス演劇を教えた、加藤道夫であるが、加藤は、劇団式の成立直前に自殺してしまう。当初は、アマチュア的色彩の強い劇団だったが、1960年、昭和35年に、 有限会社劇団式を設立し法人化。アサリは石原慎太郎に四季を頼り、後藤昇の仲介で日清劇場の開設と運営に携わることになった。劇場運営から経営スキルを身につけ、次第に商業演劇志向へと変化し、1967年に式株式会社へ改祖した。この名付け親は俳優、演出家の芥川博士である。 芸術性を優先して、日本人による創作劇を連続上演して、経営危機に陥ったり、生活を支えるためにアルバイトを優先する劇団員と、それを批判した劇団幹部の対立によって、内部分裂の危機に見回ったりしたが、安定した集客力を持つ高水準の芝居を上演することで、公演だけで法人運営が成り立ち、 劇団員も生活できる経営を志行するようになっていく。1971年、昭和46年にアサリのプロデュースで腰地吹雪主演のミュージカルアプローズがヒットすると様々なミュージカルを上演しながらノウハウを蓄積し、1979年、昭和54年にコーラスラインを上演したことが転機になる。日本の劇場は 月単位契約のため大ヒットを重ねても結局収益が限られる傾向があり、アサリは専用劇場の確保を模索し始める。1983年昭和58年に西新宿のとあり地空地を借り、テント張りの仮設劇場を設置し、1984年昭和59年11月10日までキャッツのロングラン公演に踏み切った山田拓振付。 1985年、昭和60年には、大阪市西梅田の旧国鉄コンテナヤードにおけした、仮設テント劇場で、キャッツを、再演、13ヶ月のロングラン公演を達成した。アサリは、中曽根内閣時代に、中曽根康弘のブレーンを務め、政界から経済界への広い人脈を活かすようになる。創立45周年の1998年、平成10年に、 国鉄改革により接点が生じた松田正武が当時長を務めた東日本旅客鉄道 JR 東日本がメセナ活動の一環として JR 東日本アートセンター式劇場を竣工しそれを関東地方発の専用劇場とした式劇場春のコケラ落とし作品であるライオンキングは日本最長である20年以上の ロングラン公演記録を日々更新し、ターニングポイントとなった。以後、電通、阪神電気鉄道など、大手企業が、自社ビルなどに設置した劇場を、専用劇場として独占的に使用したり、アイダ、マンマミーや、ウィキッドなど、最新の海外ミュージカル品の輸入上演により、動員数を拡大し、週におおむね4日、以上ミュージカルや、ストレートプレイを上演し続けている。 コーラスラインを上演するまで、劇団式の上演回数は多くても、年19回で、年平均10回程度だった。しかし、コーラスラインを上演した1979年、昭和54年は、前年の50倍の581回となり、キャッツを初演した1983年、昭和58年は707回。以後一貫して、上演回数が増え続け、2002年、 平成14年には2530回上演している。2020年9月10日から東京 JR 東日本式劇場春のオープニング作品としてアナと雪の女王が上演される。演技にあたり常に背筋を伸ばして腹式呼吸を意識し母音をはっきり発音する独特の老状法、母音法式メソッドとして徹底させている。 この発生方法は、舞台上から観客の耳へとセリフがはっきり届くよう生み出された。従来、海外の大型ミュージカルを上演するには劇場に大掛かりな仕込みを行う必要があった。例えば、オペラ座の怪人を上演する場合、奈落からせり上がってくるキャンドルグニやプロセニアムアーチなどの設営などの仕込みと、撤去だけで数週間を必要とするため、 専用劇場や長期間占有できる劇場、日生劇場、近鉄劇場、中日劇場などでしか上演することができなかった。シアターインシアター方式とは、簡単に言えば、プラモデルのようなものである。あらかじめ別の場所で、舞台装置、音響装置を含むを一度組み立て、それを小さなユニットに分割する。上演したい劇場では、 分割されたユニットをその劇場内に組み立てる、組み入れるだけで勘なることが可能なので、短期間で作業を終えることが可能になる。これにより、今まで上演できなかった都市での公演が実現できるようになった。必ず同じ大きさで完成するため、間口や奥行きが大きく異なる劇場で使用することはできない。2010年8月2日、突破印刷と、 富士通 FIP のインフラを用いた劇団式ギフトサービスを導入することが発表される。劇団式のウェブショップや全国の劇場などにてチケットを購入する際に利用できるプリペイドカードで日本のエンターテイメント業界では初めての導入となる。カードの販売は劇団式のウェブショップ一部の常設劇場にて実施されており入金。 チャージ金額は3000円、6000円、9800円の3種類の中から選択される形となっている。2015年5月11日、amazon.co.jp の Amazon ログインペーメントを導入。これにより、amazon.co.jp のアカウントで公演チケットが購入できるようになった。通常は劇団の研究生オーディションで選出され、 研究生として入団し、劇団内で育成されて、役者、実演家として、所属契約を結んで出演となるが、近年は、外部の劇団や芸能プロダクション所属の役者歌手が、登用されて出演することもかなり増加している。北京、ソウルでのオーディションを毎年行っているために、海外出身者が、毎年いる。対象者にダンス、歌と、 並行して日本語の授業を設けていて、中には主役を務めた者もいる。役者の雇用区分は、個人事業主、受け負い社員であり、出演料は配役と出演回数に応じて、変動する。主役や二番手クラスでは、年1000万円を超えている者がいると2000年代前半まで、ゴシップや都市伝説して報じられていたが、2007年以降になると、 アサリのインタビュー記事や公式サイト内の写真コラムページ、式物語の文中で事実であると、式側が公表するようになっている。アサリが、受かっても落とされる、なれ、なれ、崩れ、一音を落とすものはされと発言するように、配役されても出来が悪いと、途中で、キャスト交代されることがある。専属の俳優は、出演作品のパンフレットや公式サイトの記事以外では、 詳細なプロフィールは公表されず、個人のブログの設置も行われていないため、私生活については伺い知ることができない。また、日本人風の芸名を持つ外国人役者が多く、国籍を意識しづらい。対談した場合も、劇団からは公表されない場合がほとんどである。俳優のギャラは1年間ごと更新される年間契約料と出演料があり、年間契約料は、 俳優が俳優に専念するための最低保障で、その分内面から、外面まで俳優としての要求に応えるために発声、ダンス、軽維持など厳格である。要求に応えられなければ、年間契約料は更新されない。また出演料も入団合格後キャストオーディション、稽古キャストオーディション、最終舞台稽古オーディション、本舞台出演オーディションを経て出演して払われる。 2017年実績では1300人が応募し、コース別の書類、実技で400人選考後、即戦力俳優と1年間の研究生を経たものとの合格者は40人。式株式会社は商業演劇である劇団式そのものを運営している演劇工業会社である。衣装メンテナンスも自社で行われ、ロングラン上演中の破損にも対応できる。 専用劇場がある大阪、名古屋、札幌では、劇団員は、劇団も劇団員にもコストがかかる、ホテル住まいでなく、劇団式専用マンションから通勤している。上記に劇場は、竹芝地区再開発に伴い一時休止。建て替えを行い、2020年に再開館予定、春は9月10日、秋は7月14日。再開館後は、劇場名が、 JR 東日本式劇場、春、秋となる。東京エレクトロンホール宮城、仙台市青葉区、静岡市民文化会館、静岡市青池区、上野学園ホール、広島市中区にて数週間から、最長半年程度のロングラン公演が定期的に行われている。それらの公演は、全国公演とは別に、新都市公演と名打って開催されている。 さらに2017年からは、コット・神奈川芸術劇場、横浜市中区でも半年程度のロングラン公演が行われている。日清名作劇場日清名作シリーズでも多くの作品が上演されている。また、心の劇場シリーズとしてブランド展開している。ミュージカル、キャッツのミストフェリーズ役等を演じた劇団式の27歳の男性俳優、愛が、 横浜市内のマンションの同僚俳優の部屋から飛び降りていたことが2018年9月に明らかになった。飛び降りた俳優は一名は取り留めたものの重傷を負った。56歳の所属俳優からパワーハラスメントを受けていたためとされ、劇団式は調査委員会を設置し調査を行ったがプライバシー保護を理由に名前のイニシャルでしか発表されてない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。